保存されている6959系の7903号、フォアマーク・ホール・フレデリック・ウィリアム・ホークスワースは、イギリスの鉄道技術者で、グレート・ウェスタン鉄道最後の主任技師長である。グレート・ウェスタン鉄道の工場があるスウィンドンに生まれ、1898年に15歳で、グレート・ウェスタン鉄道に入社し、1941年に57歳で、主任技師長に就任した。 ジョージ・チャーチ・ウォードの下で最先端の蒸気機関車の開発を行ってきたスー・インドン工場は、その後任のチャールズ・コレットの在任の後年、いくらかアイデアが行き詰まった状態にあり、またコレットが主任技師長の職を辞めたがらなかったためホークスワースが職を引き継ぐのが遅れることになった。ホークスワースはチャーチ・ウォードの弟子の一人で、チャーチ・ウォードの設計にも関わっていた。例えば、 彼は111号、ザグレートベアの全体配置の製図にも関わっていた。ホークスワースは彼の経歴を通じて関わってきた設計の伝統を継続したが、複数の重要な改良を行った。特に彼の在任中の大型機関車では加熱器の大型化が実施され、また溶接による製造の適用拡大が図られた。他に目立つ新しい点としては、 溶接を利用して組み立てたスラブ側板利用の淡水車があり、伝統的なリベットで板を組み立てて、段のついた側面に比べて、かなりスッキリとした外観をしていた。1944年から製作された彼の最初の設計が6959型で、加熱器の強化とかなり違うシリンダー及び大枠の製造により、コレットの設計を大幅改良したものである。 第二次世界大戦後、さらに4種類の新設計があり、ほとんどは以前の型の改良型であった。1000型はグレートウェスタン鉄道の2シリンダー車軸配置4から6から0の機関車として、最後で最強の機関車であり、42年前の2900型に始まる一連の機関車の最高峰である。大枠は改めホール級に似ているが、ボイラーは新しい設計のもので、 ホール級の標準1型ボイラーよりも直径が大きく、4073型のボイラーよりは直径が小さく、かなり短いものとなっている。このボイラーは、第二次世界大戦中に鉄道が政府管理下にあった当時に、スーインドン工場でロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の発掘形を製造した際に導入した工作機械を用いて製作しており、これ以前の GWR の どの機関車よりも高い 280pc の圧力を使用している。チャーチオードの設計した3800型に使われていたのと同じ名前を採用したものがある。テーパー式ボイラーを採用した車軸配置0から6から0のパニアタンク機関車9400型は外部の契約メーカーにより大量生産された。足回りは5700型と似ていたが、 より大型のボイラーを搭載しており、大きな出力を持ち、また粘着重量が大きかったことから、ブレーキ能力も高かった。スウィンドン工場で作られた最初の重量のみがグレートウェスタン鉄道時代に登場した。最後の2形式は、最初からイギリス国鉄塗装のみであった。間違いなく、ホークスワースの設計で、最も先進的だったのが1500系であった。 9400型と同じボイラーを搭載していたが、全く新しいホイールベースの短い大枠に外側、ワルシャート式弁装置を備え、ランボードを省略し、溶接による製造を大幅に導入した。軌道脇から簡単に補助ができるように設計されていた。ホークスワース設計で最後のものは、とても軽量で議論を呼んだ、車軸配置0から6から0のパニアタンク機関車である。 1600系である当時すでに対応年数がつきつつあった2021系の近代カバンであった。ホークスワースは1948年にイギリス国鉄西部局が成立しても主任議士長の座に泊まり1949年末に引退する。彼はスーインドンで27年後の1976年7月に亡くなった。 かつてのスーインドン工場の隣にあるセントマークス教会に葬られた。ホークスワース設計の機関車のうち、カウンティ級以外は保存されている。グレートウェスタン教会は、1014号、カウンティオブ・グラモーガンのレプリカを、改めホール級の大枠と LMS 鉄道8系のボイラーの部品、そして1006号、カウンティオブ・コーンウォールの煙突を利用して、再度作る作業を進めている。 ありがとうございます。